はい、皆様こんばんは、カズラジでございます。12月24日の土曜日、まだ10時54分、11時前です。もうこれ撮ったら僕も寝ますから、明日6時起きですからね、ちょっと早めに寝る、早く起きないというプレッシャーね、がありますんでね。明日はね、またバスケットボールなんだけども、会場が2つあってね、1つはメインが東京体育館で、あと2つのコートは、大田区の総合体育館っていうところ、京急の蒲田駅の近くにある体育館なんで、ちょっといつもよりも通勤時間は長くなるんで、僕お茶の水にいるんで、早めに起きて移動しないといけないかなと思っています。まあ明日は10時40分からのゲームと12時からのゲーム2試合を担当して帰ってきて、で明後日月曜日26日は東京体育館の男子のバスケットボールね、高校バスケのウィンターカップの3回戦を喋って、終わってすぐに新幹線に飛び乗って帰って、27日からは、花園、高校ラグビーです。だから26日帰ってからは、夜までまた今度は高校ラグビーの勉強をしないといけないというね。これバスケはまだいっぺんにコート5人だけどさ、両軍合わせまして10人だけどラグビーは30人だからね、いっぺんに15人ずつ大変なんですよ。というわけで、まあまあ日々勉強させてもらっております。お前でございます。まあいろんな戦術とかね、いろんなプレーもあるんだけども、それよりもまずは、全国大会に頑張って出てきた選手たちの名前を僕が呼んであげようというのが僕の実況の高校のスポーツのスタイルね、ではあります。さて、あ、そうだそうだよ、カズラジだもんね。音楽流します。はい、皆様こんばんは。クリスマスですよ。サイレントナイト、ホーリーナイトですね。皆様イブの夜をいかがお過ごしでございましょうか。まあ、さっきのカズチューブでも申し上げましたが、大前は東京のホテルでこうやって一人で過ごしておりまして、バスケットボールの勉強する、これ毎年そうなんだ。だから別にいつものことなんでね、いつもと変わりのないクリスマスを、毎年東京のホテルで過ごすというのが大前の、まあクリスマスだね。でまあ年明けは年明けで、元日は花園ラグビー場でしょ。なんかね、そんな生活日々を大前送っておりますよ。キュロリンさん、ありがとう。大前さんこんにちは、お仕事お疲れ様です、ありがとう。今年のクリスマスは家族でパーティーをするくらいで、特にいつもとは変わらない日になりそうです。家族でパーティーするのが特別な日じゃない、いつも家族でパーティーしないでしょ。まあお家にいるということはいつもと変わりないということなんでしょうけどもね、家族でパーティーいいじゃない。で私の周りはみんな受験に向けて頑張っている人が多いので、自分だけ遊ぶのも気が重くなるのでやらないと思いますということ。おということはもうキュロリンさんは進路決まってるのかな。決まっていたらまた教えてね。プロ野球はまだ現地観戦したことはないのですが、去年の夏に私の高校の野球部が甲子園大会に出場したので、その応援で初めてプロ野球の野球場に行きました。甲子園球場だね。甲子園のあまりの広さに開いた口が塞がらなかったことを思い出します。そうか、ポカーンと開いたんだね。来年の交流戦の関西ダービーは確か甲子園だったと思うので、そうかな、そうだね、今度はプロ野球を甲子園で見たいと思います。甲子園で会おうぜ甲子園もう行けたら行きたいんだけどね。大体オリックスのホームゲームじゃない時はね、メジャーリーグ行ったりとかしてるんでね、どうなのかな。もし僕もこの日関西にいるんであればね、その日ね、甲子園に行きたいなと思っております。ありがとうね。それからですね、あずきさんです。そういえばクリスマスですねということで、大前さんが日付を言ったことで思い出しました。あ、そうか、忙しいのかなみんな。特に何も変わらないのですが、大前さんの声聞けて嬉しいです、ありがとう。こんな声でよかったらいつでもっていう感じでございますが、僕も特に変わりない、もう日常の中でのクリスマスだね。大前もね、強いて言えば有馬記念を楽しみにして過ごしているくらいです。そうかね、大きなレースだね、有馬記念。
クリスマス関係ないかということで、大前様忙しい毎日だと思いますが、その中での配信ありがとうございますということ、とんでもございません、ありがとうございます。それから、佐賀のりさんは、クリスマスイブが近づくと子供の頃に見たフランダースの犬というアニメの作品を思い出します。主人公のネロが教会に飾られている、ルーベンスの絵がどうしても見たくてクリスマスイブの夜に行ってそのまま生き絶えるというのは子供の私にとっては衝撃の結末でしたと、いうこと でベルギーのアントワープという街が舞台なので、若い頃出会ったベルギー人の方に話のきっかけになると思って、フランダースの犬を知っているのでベルギーはとても身近に感じますと言ったところ、キョトンとされました。お、そうなんだね。後にわかるのですが、フランダースの犬はイギリスの作家の作品で、ベルギー人アントワープの人でさえほとんど知らないそうです。はあ、なるほど、なるほど、はあ、なるほどね、そういうことなのね。僕はアニメじゃなくてちゃんと、本でおふくろに与えられた本で読んだフランダースの犬でございましたが、もう最後ね、もう涙が出ても読めなかった。小学校1年の時に僕はこの本を買い与えられて読んだ。いや、もう犬が好きじゃない、だからもう犬の本だから喜んで読んだら、もう悲しい話でね、ねえ、もうパトラッシュ、僕はもう疲れたよっていうね、そうですよ、お前も疲れておりますが、ここで死ぬわけにはいきません。ありがとうございます。近くにはね、そうだよ、お茶の水なんで聖橋があったり、ニコライ堂があったりというね、なんかそんな感じのムードがあるところがたくさんあるんだけれどもね、ありがとうございます。フランダースに僕は、アニメでは見たことはございません。本で読んでも泣きました。それからクララさん、いつもありがとう。昨日松山千春さんの話がちょっと出ましたけども、ラジオの鶴瓶さんの番組で大空と大地の中でが流れていいなとなって探して買いましたということ、お前さんのおっしゃる通り、ファーストアルバム君のために作った歌の中の収録曲ですと、いうことで、そうだったのかな。初めてファンクラブに入った歌手でもあります。そうなんだねえ、ということで、であと風車懐かしかったですということね。風車っていう歌ね、いい歌ですね。銀の雨は少しギター練習しました。スリーフィンガーで、今でもあれは練習するのにいいかもしれませんよ。イントロも含めてね、銀の雨、銀の雨と旅立ちはコード進行がよく似ております。松山さんの曲も比較的ギターを練習するには、難しくはないという曲が多いんだけども、ありがとうございます。コード自体はね優しい、でもアレンジのギターソロは結構難しかったりするんだよ、ということですね、ありがとうございます。それからですね、あとそう、松山千春さんネタでなんかまた頂戴していたな。ドリームスカムトゥルーさんですが、奈良瀬さんのフィギュアスケートをされていたんですねということを知らなかったですということ、ごめんなさいと。そうだよ、彼女優秀なプレイヤーだったんですよ。大前さんのたくさんのレコーデが捨てられてしまったんですね。仕方のないこととはいえちょっとショックですねって、めっちゃショックでしたよ。だからね、お前のそういうレコードもなければ、小学校中学校高校大学とかの卒業アルバムとかあるじゃない、文集とか、あれも全部ないんだよ。全部きれいにお袋が片付けてくれました。これも怒れないんだよね。だから僕にはヒストリーファミリーヒストリーは作れません。だからまあ僕の同級生とか友達からお前の写真を、手繰り寄せることはできるんだろうけど、僕から提供することはできないんだ。ヒストリー、ファミリーヒストリーはできないね。そうですよ。
で、私も実家にたくさんのレコードや本を預けたままで、あれをいつか何とかしないといけないのですが、ということ。千春さんは私も初期の曲が大好きでした。銀の飴はいい曲ですね。そう、 B 面だったんだけどね、銀の飴は確かね。今日はクリスマスイブ、寒いですし、じっと家にいる予定です、ということ。お仕事頑張ってください。メリークリスマス。ありがとうございます。そういえばメリークリスマスって今日僕ね、誰かに言われたの、これ文字で言われたんだけども、初めてかな。ありがとうございます。誰もそういえば僕にはメリークリスマスと言ってくれない。なんかいくつか変なメールは届いておりましたが、まだ目は通しておりませんがメリークリスマスと今文字も目にしたのは僕は今初めて。ありがとうね。それからカイカイさん、カイカイさんは大阪池田の出身ですよね。東京出張お疲れ様です、ということ。ありがとうございます。ローリーハウス、池田駅前にあった、池田の東北口かな、東出口かなにあった、の交差点の角にあった、IB ショップです。まあ、いろんなブランドの服が置いてあったんで、まあまあいい服が置いてあって、僕はバンジャケットのね、For the young and the young at heart の、バンです。バンジャケットの、エンブレムの入った三つボタンのブレザーね、パッチポケットで、センターベントで、でこうそういうの着てましたね。そのまあそういう僕の御用達の服屋さんがあってね、そこのお姉さんが可愛くてねよく行ったもんでございますが、そのローリーハウス、私よりも年上の主人に、駅前の賃貸住宅になる前って服屋さんやったと聞くと、服屋あったあったと主人。大友康平さんが着ていたジャケットが欲しくて探していたら、そこで似たものを見つけて即買いしたそうです。本当すごいな。その後大友康平さんについて話を延々に語られて、昨日は乗車できずでしたいやいや、そっちの方が大切よ。こっちはもうマストじゃないからね、こっちはね。キュロリンさん、大前さんと女子高生の共通点探し何かいいですね。本当ね、また共通点見つかるのを楽しみに待っています、ということ。ありがとうございます。そうか、ご主人もロリハウスで服買ったか。大友康平さん、ハウンドドッグ、まあ僕らの頃はハウンドドッグだったね。いいな、涙のバースデーとかありましたね。ありがとうございます。坂井戸さんです。引っ越し、新しい自宅は淀川区になります。淀川か。以前動画にあった新御堂筋の近くです、ということは、西中島、南方とかあっちの方、東三国、東三国は東淀川かな、重曹の方だよね、だからね。まだバイクは京都にあるのですが、大阪に持ってきたらまずは新御堂筋を走ろうと思っています。冬なので寒いんでしょうね、ということ。寒いよ、間違いない。淀川区で近くなったね、所用が。ありがとう。ひで救急さんです。今年ももうあと1週間ですね、ということです。別に12月の31日も1月1日も同じ3600秒で流れていくのですが、1日が3600秒じゃないよ。3600秒は1時間だからね。1日はその 3600×24 でございます。年が変わるということで、新たな気持ちを持つタイミングといい、自分自身のことを、仕事のことを、推しチームのことをもう一度見つめ直したいと思います。そうだね、不思議なもんで、12月31日から1月1日に変わるこの瞬間っていうのは、何か一つ区切りをつけることができる。同じ時間の流れではあるんだけども、なんかその境目だけはカウントダウンしていく、そのボーダー、その日のボーダーはね、前の年と新しい年を区切るそのボーダー、この境界線だけはよその時間との境界線とはちょっと違うものがありますね。つまり、過去のものをなんかそっちに置いてきてもいいような、そんな、ボーダーが12月31日からの、1日に変わる瞬間なのかもしれない。ここでなんかそこでリセットができるという気持ちになれるっていうのが、まあその12月31日から1月1日の時間の流れだと思っています。なかなか1月2日から3日に行くときにそんなに気持ち新たにできないけども、なぜか12月31日から1月1日この1日の違いで大きく気持ちを入れ替えることができる、切り替えることができる、そして見つめ直すこともできる。
なんかそれがまた日本人のいいところでね、年が変わったら去年のことは去年のことで、今年はまた新しい一年が始まるんだ、嫌なことはもう去年にもうそれ置いてきましょう、今年はまたどんなことが起こるか分かんないけども、いい年に、できるように頑張ろうね、というのが、まあ、この一日の違いということになるんだろうね。ありがとうございます。ひで救急さんは、世間はメリークリスマスですが、私は休みなんですが、会社に出て机の周りの大掃除をしています。片付いたでしょうか。お疲れ様でございました。ということ、山ちょさんは、ハッピーホリデーっていうね、あのメッセージをくださいました。ありがとうございます。これから忙しいんだね、空港勤務、寒いんで、どうかご安全にということで、ございます。というわけで、今日は皆さんのお便りご紹介できたかな、できましたね。今回も最後までありがとうございました。お前はアップして寝ます。メリークリスマス、皆様良いクリスマス。24日から25日にかけて、ここにはボーダーはないね、あんまりね。じゃあまた。